先発でバレてねえなと思って、それそんだけ飲んでたらバレてないですね。その時朝まで飲んでて、デーゲームだったんですよ。うーわ、マジで。だからもう暗黒の話ちょっと戻しますけど、うん、結局だから世代交代がうまくできなかったといいますか、うん、どうしてもやっぱり、うん、プロ野球イコール客商売ですから、うん、日本一になったメンバーっていうのがやっぱり、うん、関西圏では評価されてたというか、うん、人が集まるお客さんが入る、うんうん、選手なので、なかなかだからそこで、なんで出さないんだっていう話には多分なってくると思うんですね。若手育成ができなかったのかなっていうのは、うん、それはあるかもね、はい、でまあ若手が来た時にやっぱりさ、マスコミがさ、やっぱりさ、はい、ね、わーってもうね、カムシンフィーバーとかそこら辺から、はい、もうみんなね、わーって言ってくるから、はい、やっぱちょっとなんかその野球に集中できないとこも多少あったんじゃないかと、ね、人に疲れましたもん。そうだよね、はい、人嫌いになりました。阪神で売れちゃうと、うん、あることないことないことあること出てくるんで、もう、うん、野球どころじゃなくなっちゃうとかあるよね。疲れますね、人に、うん、はい、本来であれば、ね、これから伸びていく選手なのに、はい、やっぱりそこでちょっと障害じゃないけどさ、はい、うん、休みたいけど取材だって言ったら受けろって候補が言うし、受けなかったら受けなかったら生意気だってなるし、ね、うん、それはあるよね、多分ね。近鉄の時羨ましかったもん、同じ大阪にいて大阪って関西にいて、もうよく言うんだけど、はい、あの法政の OB 会があったの、地元の法政野球部じゃない、法政の方も来るパーティーがあって、で法政がね、近鉄から2人か3人行って、であの木戸さんとか猪俣さんだ、なんか葛西だ、なんかこういっぱいいて話、はい、でじゃあこの後行こう、はい、俺らみんな行ってたよ、はいはい、この後行こうって言って阪神の選手だけ誘ったの。それひどいですね。それはあんまりですね。そう、俺もひどいですね。そんなもんだな、やっぱりってまあでもね、レベルから言ったらね、そっちの方が、はい、選手的には上かもしれないですね、やっぱね。だけどなんか、うん、ナンバーを譲るっていうのは近鉄グループのイメージありましたけどね。あ、ナンバーをね、はい、どっちかっていうと阪神の選手だとこう新地界隈にいたイメージがありますけどね、はい、でも、え、地元で飲んでた？いや、だけど僕らはもうほとんど出れなかったですね。まあ、出てないです、僕は、はい、そんなには、うんうん、俺らもあの出てないよ、なんか地方にこう試合行った時はこう、はいはい、ちょっとハメ外して ね、はい、やってたけど、本州から離れるともっとハメ外すね、あ、北海道と九州、ね、はい、九州で、ろくな試合してませんもんね、はい、あ、でも俺、北海道では結構勝ってるよ。あ、本当ですか。あ、いつもあの、ね、ベスターズと今やってて、ノヒトノーランの時朝まで飲んでたの。あ、そうなんですよ。その時は本当に朝のね、7時ぐらいですかね、飲んでて、岡山だったんですからね、でやっぱりその楽しいっていうか、うん、でしかもその時ね、あの中日の選手と一緒に飲んでたの、はいはい、うん、で予告先発じゃないから、はい、で俺先発でバレてねえなと思って、それそんだけ飲んでたらバレてないよねと思ったら言われたの、はい、明日帰んなくていいんですか、先発でしょって言われた、はいはい、で、えっと思って、まあ、もうちょっと大丈夫だよって言って、はいはい、結局朝まで飲んでたんだけど、はい、うん、まあ、ピッチャーだったけどね、はい、飲んでたのは、うん、あ、おとりだと思われたんじゃないですか、だからそれでも帰んないから、そうだよね、そうそう、本当はミーティングで明日帰りになって出てんのに、うん、なんでいるんだろうみたいな、帰んないってこと、あれチームが騙されてるんだと思ったじゃないそうかもしれない、多分情報は言ってるはず、情報は多分朝まで飲んでからないないですよね、あんまね、帰んないですよ、あ、多分それはうざくなかったの、先発ピッチャーが前の日の飲むって。いや、でもあんまり ね、そこら辺のところはね、あんまり言われなくて、で門限が25時なんですよ。25時ないんですよ、25時って、うん、ただ門限ないんですよ多分という僕はそういう解釈でいつも飲んでたんで、うん、はい、うん、25時って1時ですから。そうです、天候ないの。天候がね、抜き打ちですね。あ、たまにあったんですよ、はい、俺が入ったぐらいの時でもなかった、ね、なかったですか、うん、あんまりなかった、うん、一部はね、うん、基本的には、まあでも地方行くと楽しかったですやっぱね。だから先発ピッチャーはもう別枠のイメージがあるんで、うん、別に動いてるイメージもあったから、うん、全然そういうのは僕知らなかったですね。あ、まあ、だから飲んでても抑えればいいんだろうっていう感覚だったんですよ。昔だね。昔なんですよ。昔のプロ野球選手だね。そうなんですよ。まあ、だからそのおかげで野球寿命ちょっと短かったですけど、うん、まあでもそれはそれでね、結構その、うん、そういう中で戦えてたんで、はい、うん、まあ、よかったかなっていう。ずっとそんな感じで先発の前の日も飲んでた。あ、地方の時ですね。早く帰っても寝れないんですよ、やっぱり。あ、確かに。あの、やっぱり興奮じゃないけど、いろいろ考えすぎちゃうと。うん、北海道の時も、ベイさんと戦ってて、5回で降りたんです、マウンド。うん、その時、朝まで飲んでて、デーゲームだったんですよ。うわ、マジで？それが、あの、北海道、あ、やべえ、デーゲームだと思って。
で投げてたら、まあ、勝ってたんですけど5回に肘が痛くなって降板したんですよ、うん、でその試合は結局4対1で勝ったんですけど、うん、勝ち投手で、うん、勝ち投手で夜遅くまでこうラーメン食ってたじゃないですか。もう肘が痛くて痛くてもう丸山球場で何年だろう98年ですか、ね、優勝の年はい俺いるな多分あいますいますはいはい、うん、だから朝ももう本当肘痛くてでも、ね、せっかく投げてる勝ってるんで痛いけど投げちゃおうと思って、うん、一応なんとか5回まで投げてもうストライク入んなかったんですけど、うん、だいぶやられたよねうちねそうなんですよ、ね、98年は結構あれですね横浜さんには結構強かったんですよ。いや、いい歴史ですね、タイガースはあの僕らのいた頃は全く阪神はあの北海道で勝ってないですから、うんうんはい、勝つなっていう試合もひっくり返されましたからね引き分けになりましたね一回田村さんが打たれてねあ田村さんがねっやっと勝ったと思ったら最終回に進藤がホームランって言ったんですよ、うん、あ進藤いやらしいところで打つよねそれで田村さん肘飛んで、うん、そっから出れなくなって、うん、おかしくなってたねチームがーすごいボール投げたけどねすごかったね、うん、本当にうかったですね平田さんがミエミエン言ってもエラーするの嫌やから、うん、それで日没コールドだったんですよあそうなの、はい、なるほど初めやるぞやるぞって9時にもうやるぞやるぞ丸山は言って、うん、言ってテルが9時が三振策したんですよ、うん、あそう北海道で、でもうこんなうなされてて、うん、平さん代打から延長だから、うん、守り行くじゃないですか、うん、守りたくないから、うん、確か見えんぞこれって言い出して見えん言って平さんらしいねくらいくらい言って、うん、で競技の結果日没、うん、コール珍しいよねまずね暗いわ見え全然見えんわわってもうアピールしだしてよくやなんかそんなあったよね昔ね、はい、あそこ照明ないですね照明ない球場ね、はい、あそこ外野も見た目は上から見たら綺麗ですけど悪かったですよね悪かったよね山ね、うん、吉村さんと坂井村さんがぶつかったそうでしょあれね風強いしねそうでしょ、うん、で一回ねあの鈴木貴則じゃないですかで多分その時だったのか分かんないですけど完璧打たれたんですよセンターに、はい、あこれ行かれたと思った瞬間に俺が倒れるぐらいの風が吹いた本当に、うん、打たれた瞬間にわーっと風が来て新庄がバックしたのね、はい、そしたら定位置まで戻ってきて、はい、こうやって取った、うん、そう神風が吹いたなるほど、うん、その瞬間大倉山飛んでたら飛んでたら経験超えですね楽に歩いてたよ多分ね本当に本当にいや風で思い出したけど、はい、甲子園の風えげつないよねあ浜風ですか浜風あ、まあ、上がっちゃうとあれだよ ねあれもう右バッターもうノーチャンスだもんねライトライトオーバーっていうのはライナーでは厳しいかな、ね、フライでオーバーはいでライン際は結構伸びるんじゃなかったっけあれそうとあと低い球出せば意外にライトいくんですけど風とぶつかってこうなってる、はい、ちょうどいうねそれはあるよ、ね、上げちゃうと上げちゃうとだから、ね、レフトはもう上げるともう一本そのまま入るんで、ねうん、自然との戦いだよねだから左バッターなんか左バッターのセンターからレフト方向なんかとんでもない伸びるでしょあ伸びていきますねこう切れなくなっていきますね守ってるのも大変だったからね、はい、あれホームランバッター大変だよね左のそうですねあの引っ張りのホームランバッター、はいはいはいね、引っ張りは厳しいでしょう ねだから掛布さんが掛布バースっていうのはレフト方向へホームラン打つのね、うん、打てたもんね、はいこの間佐藤選手もあのリフトにホームラン打ってたんですよ。そうそうそう。だからあそこへ打つ技術がないと、うんね、タイガースではホームランタイトルは取れないって言われてるからね、はい。あれやられたらピッチャーもきついもんね。うん、そうですね。だからもうラッキーゾーンあったじゃん。はい、あれラッキーゾーン作っちゃえばいいんだよ阪神、うん。ライトだけでもね。俺ライトだけライトだけでも。ライトだけでもいいと思うんだけど。そしたら面白い球場になるんですけど。そう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 。高校野球が邪魔するんでしょ。うん、高校野球があるんで、あそれが多分できないんですよ。あそういうのがあるのかな。いびつな球場にしたくないんでしょう。だフリーだよね、だからね、打撃からしたらね、阪神はね。いやいや、俺本当そう思うよ、ね、もう俺もライト方向にもうバーンと打って、はい、もうこれは入ったべと思ったら全然普通にライトと後ろ下がってポッと取られて結局15メーターか20メーターぐらい違う。あ、そうですよね。もう余裕で違うよね、違いますね、距離で言ったら、はいはい、うん、それはありますね。だ本当に少しポールギアの、うん、あのところだと、うん、あのアルプスと外野のスタンドの通路のところに多分、うん、風の抜け道があるから、うん、あの辺だけスーッと伸びるところがある、うん、一瞬、うん、だけどちょっとでも寄ると、うん、もうその代わりギュッとドライブかかるから守りも難しいです、うん、俺ライト守ってたから、はい、すんげえ面倒くさかったもん。そうですよね、突き上がって落ちるのと、うん、ドライブかかるのと2つあるんだもんね、はい、ちょっと上がった打球なんかあのライト線、うん、もうこの辺だなって思いながらスーッと落ちてきますもん多分ね、うん、イメージよりももっと前だもんね、うん、はい、
で、弱いとポールギアのとこも、うん、ライトギアから、うん、横の人工芝のブルペンのとこへ流されて落ちてくるから、うんうんうん、ファーストセカンドと結構だからあそこ追って取れないの多いです、うんうん、追いつくとこにいるんですけど、うん、落ちていくボールがあっちに流れていくんですよね、うんうんうん、はい、でサトテルなんかもそうだもんね、難しそうにやっぱね取れないのも結構あったりするんですよね、難しいです、はい、うん、やっぱ慣れないとやっぱね、だから腹くぐってたまには前守んなきゃダメなんですよ、ライト、うん、なるほどね、はい、いっぱい後ろにいるともうヒットばっかりなんですよ、うんうん、いいバッター特にね、そんな長打ないバッターだったらね、そうですね、うん、あそこの本当みんな多分不思議だと思うけども、俺はバッターで入ったら外中心で来るピッチャーだったら、はい、もう長打じゃなくてライト前ヒットで打ってたもんね、はい、あ上げないようにですね、うん、もう一、二塁間ぐらいな、うんうん、僕らもだから正田さんとか打席立ったらほぼほぼファーストの後ろじゃないかみたいなイメージで守ってましたから、はい、もう追っつけてそこへ落としてくるの分かってるんで、そうだ、ね、でヒットゾーン一つ消した方が、うん、要するにヒット数は減るんじゃないかと思いながら、うんそ, ね、うん、それ分かるわ、うん、あれそれやられたらちょっとバッター嫌だもんね、うわあそこ締められてるじゃあ引っ張ろうかってなってくれればね、うん、でそうして考えて和田さんすごかったやっぱね、はい、あそこの狭いところにこうやって一つ打ってるっていうね、うん、だからまあまああれも技術ですね。そうだよね。はい、でたまに引っ張るっていうね。そうそうそう、でこうこういうあたり引っ張る、ね。はい、うん。やっぱすごいよね。うん、ここに久慈選手、関川選手いてる。これほら。檜山選手が7番で新庄ビッグボスが8番だったんだ。そうなんですよ。はい。で、ね、矢野が2番打ったり。ああ矢野監督が2番、うん、はい、今岡選手が1番、うん、ほんであれハンセン・パウエルは良かった、いやでもねパウエルはね中日時代に比べるとかなり落ちてましたね、打ち来た時は、うん、あそうだよね、膝が悪かったんですかね、そう膝が悪かった、膝が、あそうだ、ね、やっぱ膝大切だよね、膝大切、うん、膝大切だよね、で若干 X 脚だからやっぱ膝弱いよね、ああそうか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 、外国人あるある、あれどっちなんだろうね、いや話変わっちゃうかもしれないけど、はい、X 脚と、はい、俺大脚なんだ、はい、大脚の方が強いのかな、強いんじゃないですかね、まあ橋も大脚ですもんね、うん、アーチなのね、え誰橋も大体メガネ橋とかね、丸だからこうはなってませんね、やっぱそうだね、大脚だとドリブサッカーのドリブル前って言いますよね、あそうなの、はい、足元にボールが全部触るって言いますね、足の中に、そうなんだ、聞いたことある、ね、X 脚の人に聞いたんだけど、はい、体のため作るのがやっぱ難しいっていう、ああ X 脚の人こうなってるってこと、はい、X ってこと、そうそうそう、うん、見た目のスタイルよく見えますけど、こう、まあ、足が下が開いてるような感じの、うん、足のスタイル、新庄なんかでもそっち系じゃないの、いやもうあれ大脚じゃないの、大脚でもまっすぐです、まっすぐか、まっすぐです、まっすぐいいよね、まっすぐがいいかもしれないですね、我々の時代で一番 X 脚だったのはフィルダーです、あフィルダーね、セルフィルダー、あフィルダー、ね、あフィルダー X だとブーマーね、あーブーマーね、ブーマーもそうだったでしょ、こういう足だったでしょ、原さん原監督も X だよね、そうっぽいかな、はい、ちょっと X の、はい、年取ってあんまり大きいスタンス取らないですね、あどっちかちょっと立ってる感じのスイングのイメージがありますね、今日は、新興エンジニアのセノンスポーツゼロに来ました、ホビークラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます、こんな施設もあります、疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう、じゃあね、一緒だわ、セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました、101、107、110いきます、111、